今回はコンテンツ制作の流れということで情報デザインの話をしていきます情報デザインというと何を伝えたらいいんだろうとかきれいに作らなきゃというふうに考えるかもしれませんきれいに作ることが情報デザインの目的ではありません情報の受け手である人に分かりやすく表現するということが大切になります 今回はコンテンツの制作の流れとしてデザイン思考という考え方の流れに沿って制作していきます。デザイン思考ではまず共感、調べるということでユーザーに寄り添ってどのような状況なのかというのを考えます。それをもとに定義ということでユーザーが困っていることやいいなと思っていることの中からどこに焦点を合わせて制作していくのかというのを考えます。 その後に発想、膨らませるということでその絞ったものをもとに実際にどのように表現していくのかを考えますそして計画したものをもとに試作、作るということでまずはざっくりと作りそれをもとに制作をしていきます制作をしたら終わりではなくて今度は検証、確かめるというフェーズで作ったものに必要な情報は載っているかな 相手に伝わるかなということを確かめそれをもとにさらに制作に戻り実際に作ってまた確かめるといったような流れで行ったり来たりしながらより良いものを作っていきますこの動画では実際に皆さんと一緒に取り組みながら進めていきますワークシートに記入したりグラフィックソフトウェアを使ったりしながら一緒に作っていきましょう作る時には一時停止をしながら進めてください それではまず共感、調べるのフェーズからやっていきましょう。今回はユーザーとして受験先を考えている中学生に高校での生活のリアルを伝えようというようなテーマで取り組んでみたいと思います。今回は共感マップというシンキングツールを使ってユーザーがどのように考えているのか可視化していきます。まずは 今回ターゲットにする中学生はどんな人なのか自分でイメージを膨らませて考えてみましょうこの部分にはお名前は何かいくつなのかどこに住んでいてどんなものが好きなのかなどその人のイメージを作れるように書いてみてくださいそれではワークシートに実際に記入してみましょう続いてこのイメージしたユーザー が普段どんなものを見ているのかそしてどんなものが聞こえているのかを書き出していきましょう見えているものは右側の s e の部分にそして聞こえているものは左側の h e の部分に書いてみましょう例えば教科書理科の教科書ですとか黒板通学路で見えている草花ということもあるかもしれませんこのような見えているものは 右側の部分に書いい。ててみてくださいそして左側の「ヒアー」のところには例えば友達と話している会話具体的な音楽の名前また意図して聞かなくても入ってくるようなもの例えば鳥のさえずりの声といったようなどのようなものが聞こえているかをイメージして書いてみましょうそれでは実際にそのイメージした人が普段どのようなものが見えているのか聞こえているのか イメージしししてて書き出してみましょう普段いろんなものを見ていろんなものを聞いたりしているイメージしたそのユーザーの人は普段どんなことを考えているでしょうかそしていろんなものを見たりしてどんなものを感じているでしょうかそれを今度は上側の部分「think&feel」Think and Feel のところに書き出してみましょう。考えていること 感じていることを書き出したら、下側の部分、say and do 普段どんなことを言ったりしたりしているのか、言っていることややっていることは本音の部分と建前の部分もあるかもしれません。それをイメージしながら実際に考えていること、感じたこと、また言ったりしていることを書き出してみましょう。それでは上の部分の h i n k and feel そして下側の「Say&Do」の部分に書き出してみてください今イメージしたユーザーの方は実際にいろんなものを見ていろんなものを聞きいろんなことを考えたり感じたりしながら言ったり行動したりしていますこのユーザーさんですがいろんな思いがあると思います例えば左側の「ペインの部分いろんな生活をしてて「うーんちょっとな」とか「ああ嫌だな」 困ったな、不安だなと思うことがあるかもしれません。それはどのようなことでしょうか。このうんーちょっとなと思うことを左側ペインの部分に書いてみましょう。右側のゲインの部分にはいいなと思うことを書いてみてください。こんなことが満たされたら嬉しい、手に入れられたら嬉しいといったような得られたら嬉しいものを右側ゲインの部分に書いてみましょう。 このような例も参考にしながら書いてもいいですし、まずは上側に書いた言葉から連想して書いてみてください。それでは左側のペインの部分に、うーん、ちょっとな、と思うこと。右側のゲインの部分に、いいな、と思うことを書いてみましょう。それでは定義のフェーズ、絞るということをしていきましょう。先ほど共感マップを書いたと思います。 この共感マップでは受験先を考えている中学生に高校生のリアルを伝えるということでイメージを膨らませましたこの膨らませた中でどれを取り扱ったら実際にリアルが伝わって受験先として自分の学校だったりイメージしたものを選んでもらえるでしょうかそれをこの定義絞るでやっていきましょう皆さんが書いたワークシートを見てください下側の部分ペインとゲインのところです 右側のところはいいいなとと思っているところでしたこのいいなと思っている部分を満たしてあげればこのユーザーさんは満足を得られると思いますしうーんちょっとなと思っている部分を解消してあげればそれはそれでとても幸せになると思います。私が書いた例で言うと「高校生活をイメージできる」というものがあるのでこれを満たすようなものを作ろうというふうに考えました。 皆さんも共感マップを見てどれにフォーカスを当てて作っていくか絞ってみてくださいそれでは発想のフェーズに入っていきましょう先ほど定義のところで絞るということでユーザーが望んでいることやうーんと思っていることを解消するためにどれをを焦点化ししてて作っていくかを選びました今回の発想のところでは目的として誰のために作るのか。 そして方法としてどのように作るのかそれだけではなく先ほど焦点化したことをもとに内容として何を伝えるのかというところを広げていきましょう今回はこのようなフライヤーを作っていきたいと思います先ほど作った共感マップを見ていただいてその中から一つ選んだかと思いますその選んだものをもとに こちらの右側のようなワークシートを用意していただき記入していきましょう先ほど書いた共感マップのうち選んだもの私であればゲインのところにある高校生活をイメージできるということを伝えるためにどうしたらいいかの発想を広げていきます今回は受験先をを考ええているる中学生に伝えるものを作ります。そのため目的誰のためにというところには 受験先を考えててていいる中学生と記入してみてくださいまた方法については今回はフライヤーの中でも学校説明会で配るフライヤーと私は定めてみました皆さんもどこで配るかどのように使うかをイメージしてフライヤーをどの場面で使うかをイメージしてみましょう目的方法が決まったら内容のところを書いていきましょう高校生活をイメージする中でどれを扱うか 今回は「行事」というのに絞ってみましたただ「行事」とタイトルをつけるだけでは相手に興味を持ってもらうのは難しいかもしれませんそこで興味を持ってもらえるようなキャッチコピーを考えてみると良いと思います今回は「生徒の意見が宝物」というふうにつけました 実際に内容で必要な情報が伝わらなければ相手は見てううんそうだななとと思思ってもらえないと思います今回は載せる内容としてタイトルキャッチコピーだけでなく実際の行事の写真や行事の説明またどこの学校なのかどこにあるのかが伝わるように載せる内容として実際に挙げてみましたまた作る前にどんなデザインがいいのかイメージしておきましょう 青春の印象を持ってもらうために青と白を中心としたカラーをイメージし行事の様子がわかるように写真などを入れるということをイメージしましたまたどんな行事なのかが簡潔にわかるものも書くというのをイメージしますまたそれだけではなくて文字はゴシックを使って読みやすくそして元気な印象を持たせるようにというような形で実際のデザインのイメージを固めました それでは皆さんもこちらのワークシートを用意してこのそれぞれ目的、方法、内容などイメージを膨らませて書いてみてくださいここまで計画をしてきましたが実際に作る試作のフェーズに入っていきましょうイメージして作ったものワークシートがありますよねそちらをもとにプロトタイプと呼ばれる試作品をまずは作りましょう例えばこのような プリントの白い紙にザクザクっと試作品を作ってみて実際にフライヤーをこのように作っていきましょうまずはワークシートを見てみてくださいそこにはどのような情報を載せるのかなどが書かれていると思います白い紙にどの位置に何の情報を載せるのかといったようなラフを書いてみてください書けたラフをもとに 実際にフライヤーにしていきましょう。皆さんが普段使っているグラフィックソフトウェアを使いながら作ってみてください。今回は Web ブ,ブラウザで動く Adobe Express を例にしながら説明していきたいと思います。まずは Adobe Express にログインをします。今回は Adobe のアカウントで入っていきます。Adobe のアカウントでログインをするとこのような画面に切り替わります。 今回はフライヤーを作りますので、このチラシというのを選びましょう。その他にもいろいろなグラフィックを選んで作ることもできます。じゃあ今回はまずこのチラシですね。フライヤーなのでこちらを選びます。ゼロから作成を押すとキャンバスが開いていきます。このようなテンプレートもありますが、今回は先ほどラフを書きましたので、そのラフを見ながらこのキャンバスに作っていきたいと思います。 まずはキャッチコピーを入力してみましょうテキストというところを押してこのテキストを追加と押しますと右側のところに文字を入力する画面が出てきますここにこんな感じで先ほど考えたキャッチコピーを入力してみましょうこの文字の大きさはキャンバスの中の 端っこの部分をこう大きくすると縦横比をそのまま大きくしたりとか横のところをこう伸ばしてあげると大きくなったりもしますその他にもこの右側の部分のこの数字の部分がフォントサイズになっていますのでここの数字を変えても大きくしたりとか小さくしたりとかいったことができます配置についてはこの十字キーをこう移動するとこんな感じでレイアウト配置ができます 他にも画像を配置したりすることもできます。左側のところの写真という部分を選択するといろいろな写真が出てきますね。ここで自分が出したい画像を検索して、そうすると無料で使える画像がこのように a d o b e s t o c k として出てきますので、写真を一つ選んでクリックするとこのように画像が入ります。 選んだ画像をこのように移動するして配置したり大きくしたりということもできます先ほど入力した文字が見えなくなってしまいましたこのようなグラフィックソフトウェアでは重なり順というのがありますこの Adobe ノエクスプレスの場合には右下のところに今3と書いてあるところがありますがここをクリックすると重なり順が出ていますこの部分で文字の方を上に持ってくると文字がこのように出てきました 作る順番もそうですがこのようにどのような重なり順にするのかを意識して作ると上手に配置をしたりして作っていくことができますまたこのような画像の上に文字を乗っけると読みにくいケースもありますその場合にはシェイプと呼ばれる図形を重ねてあげるのも効果的です実際にこの図形を選んであげて配置をしてあげて 重なり順をこのようにコントロールすると文字を目立たせて作ることもできます一つ一つは配置するだけではなくて例えばその透明度を変えてあげて表現してあげたりとか画像自身も簡単な加工はここの部分でできて例えば背景を削除とすると画像の部分のこの背景部分を選んで消去としてあげるとこんな感じで背景の空の色を変えたりとかいったこともできたりします。 それでは皆さんもラフに従ってフライヤーを作ってみてください。これまで制作を行ってきました。情報デザインでは制作をして終わりではありません。検証、確かめるというフェーズをやっていきましょう。ユーザーにわかりやすく表現されているか、必要な情報を伝えることができているか、確かめてみましょう。 先ほどの計画した発想で作ったワークシートを見ながら確認してもいいかもしれません実際にここを改良した方がいいというところが見つかったら制作に戻って作ってみてくださいこのコンテンツ制作の流れを繰り返すことで効果的にいろいろな作品を作っていくことができます今回はフライヤーという紙媒体を作りましたが他にも紙媒体であったとしても このようなものもあったりしますこれは折ってあるので中をこう開いていくとあ、一体どんなものが出てくるんだろうと思ったりそれから折り方を工夫してこうずらして折ったりしてもあ、違う情報をそれぞれ見せたりとかいったような工夫をすることもできると思いますこのような媒体であれば実際にユーザー自身に動きが出ますのでユーザーがいろいろな体験をすることができます このユーザー体験のことをユーザーエクスペリエンスと言います。このユーザーエクスペリエンスを向上させることはユーザーの満足感を高めることにもとても大事だったりします。紙媒体だけでなく動画やウェブなどたくさんのコンテンツがあります。それぞれの目的に合わせて必要なものを効果的に伝える工夫をぜひしてもらえたらと思います。情報デザインは何かを作るだけではありません。 日常生活でも分かりやすく表現するということは、皆さんが日常的に行っていることだと思います。ぜひ、ここで培った力を日常生活で生かしてみてください。